開校者、公益財団法人開校者は、日本の公益財団法人、大日本帝国陸軍の元将校、士官候補生、将校生と、軍属高等官及び、陸上自衛隊と航空自衛隊の元幹部の親睦組織。前身は、戦前に帝国陸軍の将校巡視官の親睦、互助、学術研究組織として設立された同盟の開校者、 旧海校舎で、戦後は、旧陸軍の元将校、士官候補生、主に本家たる陸軍士官学校徒と,と、陸軍航空士官学校生徒、将校生徒、主に陸軍余科士官学校生徒や陸軍、幼年学校生徒、軍属高等官、将校大軍の陸軍軍属たる軍官及び、陸上自衛隊と、航空自衛隊の元幹部自衛官といった、OBOG の親木、五女、 学術研究組織として、改名をそのままに、開校者として運用されている。元々が、旧陸軍の組織であったため、戦後も、正会員は上実の陸軍出身者に限られていたが、会員の高齢化が進み、1992年、平成4年に18,715人を数えた、会員もぶっ子による大会者が、毎年500名数える状況になり、2001年、 平成13年の評議会において規則が改定され、主として、陸自の元幹部自衛官であったものの、政界員資格が認められるようになった。解明の、開口とは、司教の神風、無意にある、大宇教師をむ我が皇兵横開口、分け、帝王が軍を発したならば、私は、私の鎧と武器を整えて、あなたと共に戦いに行こうに由来し、共に行こう。 共に軍に加わろうの意。帰還し、開港や、戦士資料集、商直集などいくつかの書籍を発行している。2011年、平成23年2月1日に、公益財団法人に認定されたことに伴い、英霊に敬意を、日本に誇りを、を組織の理念とした、開港者の果たす役割として、戦没者、自衛隊殉職者等の異例、検証、 日本の安全保障問題に関する提言、自衛隊に対する協力を挙げている帝国陸軍の創建間もない1877年明治10年2月15日陸軍将校の集会所社交場将校クラブや一種の迎賓館として東京府球団に集会所九段開校舎、東京開校舎が設立されたこと始まり以降各地の師団司令部所在地に開校者が 設立された。開校者は財団法人として、現役、予備役を問わず、陸軍将校巡視官ら会員同士の親睦、学術、世界戦士、軍事士、戦術、戦略、兵器等研究や論文発表とそれらを掲載した、開校者記事の刊行陸軍軍人の英霊法さんと、戦争、事変、受験犠牲者の救済を主な活動としていた。 運営は会員である陸軍将校の回避によってなされた。また、開校者は一種の企業としても一大組織であり、各地の開校者では、将校巡視官及び見習い士官を対象とする軍服を筆頭とする各種軍装品、軍服、冬以降、夏以降、防雨以降、外頭、運藤、聖以降ほか、軍棒、略棒、聖棒、主頭、シャツパンツ、腰下、エリフ、 ソデルの、カフリンクス、軍家、長靴、短靴、半靴、変上靴、キャハン、革キャハン、軍刀、式刀、刀隊、拳銃、拳銃の双眼鏡から、陸軍記念日や陸軍特別大演習といった、教授記念品などの制作、販売、及び陸軍商工や関係者用の喫茶店、旅館、各地の開校者に、 学校の経営なども広く手がけていた。開校者制の被服には、開校者、開校者、陸軍開校者軍事部、九段開校者、大阪開校者守護部の文字に、桜や、五芒星などが描かれたタグが付され、基本であった、テーラーメイドの下て品のみならず、太平洋戦争、大東亜戦争期には広く流通した、寄生服、通称、吊るしも販売され、 多くの陸軍将校巡視官が開校者制の軍装品利用した。大阪開校者第4師団は付属の私立学校をたる小学校大阪開校者付属小学校を有しており、これは名門小学校として陸軍幼年学校進学を目指す高級軍人指定のみならず、在会、放送会、医学会といった上流階級の指定を主な生徒として有していた。 大阪開校者付属小学校は、戦後に、おっても学院小学校となる。このほか旭川開校者付属北賃小学校、現、旭川市立北賃小学校や、広島開校者付属再美小学校が存在し、またいずれも、名門小学校であった。なお、大阪開校者は付属中学校をも設立していた。大阪開校者付属中学校は、第二三水中学校。 香里中学校、高等学校を経て、現在の同志社香里中学校、高等学校となる。第二次世界大戦敗戦により開校者は一時、解散したが、1951年、昭和26年頃から有志が集まり、帝国陸軍の伝統を継ぐものとして、翌1952年、昭和27年に、開校会として、復活、1957年、 昭和32年12月28日に名称をかつての開港者に戻し財団法人化された財団法人開港者。なお、旧海軍において開港者に相当する新木組織、水口社は戦後に水口会として復活したものの、旧陸軍の伝統を継承し解明をもとに戻した開港者とは異なり、水口会のまま現在に至る。旧海軍。 海上自衛隊の水公海は、海事関係者、現職者、退職者、遺族、家族が全会員の半数に上るが、開校者では2006年、平成18年末には、陸事関係者630人ほどに止まっていた。しかしながら、将来の陸事の国軍、陸軍かを睨み開校者も、伝統の継承へ乗り出しており、2006年4月には、陸上幕僚長から各陸事部隊宛てに、 会の活動を支援せよとの通達が発され、翌2007年、平成19年からの1年間で400人もの、幹部自衛官 OB が新入会し、2010年、平成22年3月末における会員数は約1万人、内、元幹部自衛官約1000人となった。2011年、平成23年2月1日には、公益財団法人の認定を受け、 財団法人会校者から公益財団法人会校者へ移行。2017年、平成29年4月における会員数は約6000人、内元幹部自衛官約3000人。2018年、平成30年6月14日に会校者理事長に就任した森勤元陸上学寮長は就任のご挨拶において、 陸上自衛隊の幹部自衛官の収容検査と、相互の神話団結を目的として、1954年、昭和29年9月に駐屯地ごとに結成された、陸上自衛隊、おさむおや会の OB 会としての機能を、開講者が果たしていきたいとしている。戦災を免れた日本全国及び、外地の開講者の開者会館は、 多数が現存している。主なものとしては、旭川市の旧旭川会校舎、第7師団、弘前市の旧弘前会校舎、第8師団、金沢市の旧金沢会校舎、第9師団、善通寺市の旧善通寺会校舎、第11師団、豊橋市の旧豊橋会校舎、第15師団、岡山市の旧岡山会校舎、第17師団、台湾、台南市の旧台南会校舎、 台湾軍等。特に旧旭川開港者は、中原定次郎記念旭川市彫刻美術館として、旧弘崎開港者は、弘崎厚生学院記念館として使用され、旧善通寺開港者は、本館横に新設した別等を、開港者がフェスして開放しているほか、自衛官等の採用試験会場、第14音楽体定期演奏会場、 フレアいパーティなど自衛隊と地元住民との交流の場として、また結婚式会場としても使用されている。これらは重要文化財の指定、国指定を受けている。旧金沢会校舎は第9師団司令部庁舎ともども石川県庁の文室として使用され、かつ県指定有形文化財に指定。2020年までに隣接する本田の森公園へ移築、復元し、 東京国立近代美術館工芸館として再活用される。旧岡山開校舎は岡山県総合グラウンドのクラブハウスとして使用され、国の登録有形文化財に登録されている。戦前はその時々の陸軍大臣が開校舎社長を兼務した。戦後しばらくは、旗春毒元水陸軍大将など元将官らが開校舎会長を 1980年代以降は、帝国陸軍 OB である元将校、士官候補生が務めてた。公益財団法人以降後の現在の開校者理事長は、防衛大学校出身14期で陸上幕僚長たる陸将だった森務。開校者から靖国神社に建物と急増症奉納寄贈し、1999年平成11年により、 靖国開口文庫として公開されている。同文庫には、水行会から、奉納、寄贈された書籍も含まれるという。靖国神社公式サイトでは、靖国神社に沈まる英霊の戦没された、当時の調査資料を整備し、そのご遺徳を検証するとともに、後世の研究に資することを目的とした、図書館と説明されていい。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。